いや、すごいですよね。ウクライナ侵攻、ロシア。なんかね、分かってはいるんですけども、これ、ロシアの人みんなが悪いように <laughs> 見えてきますね、こうなると。まあ、それを救ってるのが、やっぱ YouTuber で、ロシア人で、日本にお住まいになってる方が、あの、まあ、いろんな自分の気持ちをね、普段の YouTube 活動を脇に置いて、 お話しくすすってことですよね非常に勇気のあることだと思いますし誠実なことだとだ思いますあのやっぱりあれなんでしょうね日本と似た環境があって日本でもテレビからの情報しかないテレビや雑誌や新聞っていう,もうコントロールされた情報を受け取るしかないような人っていうのは、まあ、国が嘘をつくわけないみたいなところからスタートしてマスコミが嘘をつくわけがないっていうところから。 考えを始めますんで、まあ、汚いところとかね、なんか、自分の国が悪いことしてるところとかっていうのは見えないでしょうね。ロシアも日本もそういう意味では似てると思いますよ。だからロシアも、あれですよね。あの、自分の子供が外国に留学している場合は、その留学したお子さんっていうのは、 公平な目で自分の国を見ることができるから、まさか自分の国がね、無抵抗な市民をこの瞬間も、まあなんか、撃ち続けてるっていうことが客観的に見えるんで、ぞっとするんじゃないかなと思いますし、ウクライナの方も、自分の故郷がね、一方的に虐殺にあって、 ロシアによって、ロシア人によって民族根絶しにされようとしているところを見るにつけ、非常に複雑な思いがするでしょうね。日本でも結構似てますよね、そういうのがね。だってあれでしょう、60代、70代、80代ぐらいの方は、もう一方的な情報しか知らないんで、やれ、コロナの感染者が100人だ、200人だってね、恐れているわけですよ。そこにはもう思考が入ってないんですよ。何の矛盾も感じずに、 ここにこう書いてあるから本当なんだ厚生労働省から言ったから本当なんだあの官房長官が言ったからこれが正しいんだしかないんですよでも国は平気で嘘をつきますからねしかも本当と嘘を混ぜてくるんであとは情報を受け取った方が判断してくださいってことなんですよでも今ねお話し,しましたように YouTube やインターネットを通じて生の声が現場から拾える時代なんですよね それこそ間にマスメディアが入ってないんで、もちろん YouTube を通じてマスメディアの番組を見ていたらダメですよ。でも YouTube を通じて現場の生の声とか今入るわけですから、じゃあ実際にミサイルを撃ち込まれてね、今こうしてる間にも地下鉄の衛生環境が保たれてない中で、水もない中でね、マスクもない,ない中で、消毒液もない中で、なんでコロナが流行ってないんだとか、なかなか考えなかったり、 今回もそのウクライナとロシアの交渉団が一緒のテーブルについてねなんか握手してる画像とかありましたけども当然マスクもしてないし消毒液も使ってないですよねこういうところにあれちょっと今戦争のことに意識向いてるけどもなんでマスクしてないのかなとかねもともとマスクする必要なんてないわけなんですよねそこには でもこういうことすら気づかないし、誰も言わなくて、片っぽでは戦争が怖いねって,って映像を見ている。片っぽでは、あ、三密は怖いねとか言ってね、一人でジョギングしてても、一人で下校している、田んぼの中を歩いている小学生もマスクしているとかっていう、不気味な構図ですよで。自分の頭で、自分の頭で考えることをしてこなかった人生の末路じゃないかなと思います。もちろん私も考えが足りないんでね、全然その、 まままだまだだなとと思うところがありますけども少なくとも私は自分が何も分かってないってことが分かってるんでもしかしたら今日の判断は違うんじゃないかなとかね今受け取った情報は歪められてるんじゃないかなとこの情報を真に受けることによって利益を得るのは誰なんだっていうふうに考えることによってこれはバイアスがかけられてるなと一定の方向に向かわせようとして発せられた情報だなと。そのベクトルと逆方向を辿っていけば 情報の発信源が利益を得ようとしているもしくは利益を得,得させようとしている方向が見えてくるっていうふうな考えに至って最終的にじゃあ自分はどううう判断すするるいうふうになるわけですよね、まあ、私の判断は感染症に関しましては無視してよしとただし世間的な見栄えがあるから人前では格好だけマスクをしろとかね消毒をしろと体温を測れ ただし腹の中では、まあ、まあ、赤い舌を出していろみたいな感じですよね。うん、だからやっぱこう、tpos に合わせて自分の、うん、気持ちとは裏腹なこともしなければならないところがまだはあるかなと思います。あの、いろいろとね、まあ、あの面倒くさいんですよね。聞かれたり言われたりっていうのはね。まあ、だから普段からあんまり人と会わないし、<laughs> なんてことはないんですけども。ただまあ、 戦争のことに関しましては今でも人が自分の人生を奪われ続けているんでこれはね皮肉にも攻撃する側にも言えるんですよ、ね、現場に行ってミサイルを撃つ銃を撃つ戦車で立ち向かっていくこういった人たちはみんな若者ですよ20代30代のね中には10代のまだ社会も知らずに会社に勤めたこともないような 恋愛も結婚もし合うようなね。それこそ、この前まで、お母さんお父さんってね、幸せで平和を願って、就職活動に邁進した子供たちもいるんですよ。で、なんかの縁で、軍に入ってみました。もしくは徴兵されました。そこでまさか自分の時にね、人を殺してこいっていう命令が来るなんて、本当、一生の傷ですよね。自分が、 打った銃弾の向こうに倒れる人にも家族があり幸せがあり未来があり人生がありそれを全部終わらせるヒットマンになるわけですからヒットマンですよそれをね憎くもない人に対して何の恨みもないのにやってこいと言われたから給料をやるからやってこいって言われて出世させるからやってこいって言われるわけですよまあひどいもんだひどいもんだな 行かないといとう選択はねロシアではやっぱりこう東国とかね最大で20年の懲役ですからね、うん、いやだからね早くそのロシアなんて国は出た方がいいですよ、うん、いやそうは言っても出れませんっていう気持ちもあると思いますけどもじゃあウクライナの人たちはどうなんだってことですよ国を出ないと命が危ないと思ったらもう理不尽にも 今難民として100万人以上の人がね国を出ちゃってるわけですよ家族と離れてでもロシアの人がねもしね国を出るのかどうかもなーっていうことでこの国にとどまるとしたらとどまった人数の分だけウクライナの人が国を追われて土地を追われてるってことなんじゃないかなと、まあ、思いますけどもね自分がその立場だったらどうするって言われたらやっぱりね迷いますねここまで言っといて何ができるかなって結局 立ち往生する自分がいるのかなと思っちゃいますよねどうしましょうどうしましょうですよどうしましょうだよねこれがだからいずれこの国にも来るということですよねまあパンデミックの時にね。あの今の東京は一ヶ月後のニューヨークだみたいなねなんか変ない おかしししな言い方してましたけどもそんな人いましたけどもね今ウクライナロシアで起きてる状況ってのが数ヶ月数年先の日本ではないかなとか言って想像してしまうな原発まで攻撃するのはちょっとね行かれた民族なんですよねロシアっていうのは原発の攻撃ってどういうことなんでしょうね なもともとロシアの人っていうのはウクライナの人とその同胞ですよ、ね、うんどうなっちゃったんでしょうねやっぱりこう戦争が人を狂わせるのか人が狂うから戦争になるのかな、うんでしょうね。